次はじゃあスクーバー足の動きですけどやってみます。まずじゃあカウントから教えますね。入り方ですね。5、4、3、2、1から入りますね。1で、この時に上の体も一緒に平行に、足だけじゃなくて一緒にいってくださいね。向こうで次ですね、左足をつく時にこっちですね。で右足がなるべく外からこう股を押す感じで持ってきます。キックして、で右足をつく時に左が上がります。でこの時になるべく上の体が降りてくるようにで上がります。もう一度いきます。リズム的にで、この時になるべく手を使ってないなかったらダメなので、しっかり手も使って出して、そう、はい。じゃあ音に合わせていってみます。